続いては TOS と JCOM が共同で制作する防災企画、今日は JCOM の石田さんです。よろしくお願いします。お願いします。今月は地震をテーマにお伝えしています。2016年の熊本地震の際、最大震度6弱を観測した由布市では、避難所となった由布院小学校に一時1000人が避難しました。新型コロナの感染が拡大する中、密を避けようと避難所の対応にも変化が出ています。今後30年以内に 70% から 80% の確率で起こるとされている南海トラフ巨大地震、県内でも最大10万人が避難すると想定されていて、それぞれの地区にある学校や公民館などの避難所が混雑することが予想されます。その際注意しないといけないのが新型コロナウイルスの感染です。3密を避けるため、大分市の避難所ではどのような対策を取っているのか聞きました。避難所の収容人数については、例えばまあこちら旧荷揚町小体育館では、指定避難所の収容人数は約400名でした。ただ新型コロナ感染症の対策として、今は4平米について1人という設置になっておりますので、こちらの旧荷揚町小体育館では約200名の方が収容できるようになっています。ただ大分市では受け入れの人数に制限はかけておりませんので、皆さんは躊躇なく避難してきていただきたいと思います。また大分市の小中学校では校舎利用も活用できますので、体育館から小中学校の校舎の方へ避難していただくことも可能性としてはございます。コロナ禍だといっても、災害時には身を休めるスペースを確保することが大切なので、大分市は躊躇せずに付近の指定避難所に避難してほしいと話していました。そして避難所が開設された場合、現在はこちらの3点、マスクの着用や消毒、検温、そして避難者名簿に記入ということをするんですけれども、3密を避けるためにも落ち着いて行動することを心がけてほしいと話しています。続いて避難所生活に備えて準備しておくべきものについてお聞きしました。コロナ禍で皆さんに準備していただきたいものとは言いますと、また足してというんですけれども、マスク、体温計、タオル、手指消毒液、ゴム手袋になります。1人1枚タオルは準備していただいて、例えばトイレで行った時に皆さんで共用しないようにですね、世帯に1つではなくて、世帯の人数分用意していただきたいと思います。指定避難所に物資は準備はしているんですけれども、必ずしも皆さんのところに十分な量が届くというわけではございませんので、まずは各自で必要なものについては準備していただくというところでお願いしたいと思います。新型コロナ感染症対策としましては、まず皆さんのご自宅が安全であるかどうかを確認していただき、自分の家で避難ができるのであれば在宅避難を、そしてもし自分の家で避難することができないのであれば、知人や親戚の家などを活用して避難できないのかどうか、そういったところも考えていただきたいと思います。このどこに避難するのかというのは改めてなんですけれども、事前に準備をしておくことが大切ですよね。そうですね。一方、開設された避難所がどのくらい混雑しているのか、インターネット上でリアルタイムで把握できるサービスもあるんです。それがこちらのバカンというサービスなんです。画面上にどの避難所が開設されているか、そして避難所の混雑状況を、空いています、やや混雑、混雑、満の4段階で表示しています。現在県内では5つの市と町がこのサービスと提携しているということです。こういった情報ツールも活用し、万が一の場合、最善の行動が取れるよう日頃から備えることが大切です。以上、今回はコロナ禍の避難所についてお伝えしました。